どうも皆さんこんにちはアメリカ大統領選よりゴールドショップが気になってしょうがないムチョです、まあ、現役時代ね、まあ、アイドルホースだったゴールドシッパーなんですけれども守護場になってもね僕はゴールドシッパーアイドルになれる素質をね 持ってるんじゃなないかなと思っておりますということでね、えー、今年のノルマンディの募集場の中での、えー、ゴールドシップ3区は、えー、最多の3頭をおりますスノースタイルの19そしてスタニノのジュレップの19ピッツネイルの19ですねまあ数がね多いことからも分かる通りゴールドシップはねレックススタッドの守護場でございましてまあごひいきにね、えー、されている守護場でございますまあもしかしたらね ゴールドシップの現役時代をあんまり知らないという方がね、いると思いますんで、ご紹介したいと思います。ゴールドシップ、まあ、足毛でね、可愛らしくて、表情も非常に可愛くてね、そして、何より競争性的が素晴らしいと。このね、皐月賞は本当に印象的なレースでね、うちをね、荒れたうちを通って、出し抜けてね、えー、勝ったと。 あの騎乗は素晴らしかったですね、内田裕樹師のね。まあね、その勢いそのまま、皐月賞、菊花賞、有馬記念と3歳のうちに g 1 3勝してね、そこからはもう息長く活躍しました。最後もね、まあ、大敗が続いた中ですけれども、一番人気に押されながらと、まあ、発着ではありましたけれどもね、最後のまくりを見せてくれて、本当に感動しましたね。 中山競馬場に見に行ってまして本当にねあの時のまくった時の歓声が忘れられないですねはいそれではね早速本題の3区成績についてですねまだね2世代しかいないんですけれども非常にね優秀な成績ではないかなと、えー、思っております家中馬率は1年目が1割7分3厘そして2年目の今年2割8分4厘といやー十分ですよね 決してね、守護バデビュー時に評判が良かったというわけではないんですよね。種付け量がね、300万から250万に落ちた年もありました。まあ、現在は300万に戻っております。3区一覧を見てみますとね、ヒンバボバ問わずね、シバでね、活躍してる馬が目立ちます。とはいえ、2世代目でこれだけね、稼いでる馬がバランスよく出てるっていうのは、素晴らしいなと思います。決してね、 実力のある繁殖牝馬ばかりではなくていろいろな、ね、種類の繁殖牝馬から自身の、ね、競争能力を引き継がせて走らせているなというイメージがありますただやっぱりねキレがあるという馬自体は非常に少ないイメージですよねゴールドシップのように長く足を使える馬、まあ、ちょっと悪い言い方してしまうとズブい馬が多いかなというイメージではあります今年のオークスでもね、えー、構想したウィンマイティー そしてウィン・キートスどちらもね株式会社ウィンのね持ち馬一口馬のシュクラブの馬ですノルマンディ・ファームではねまだクラシックでの活躍馬ほどは出てないんですけれどもねしっかり賞金を稼いでくれているおりますそしてですねサンデー・レーシングの馬でもしっかり結果を出しているのは好印象ですよね結果で種付けする牧場ではありますのでこれからね どどんんん伸びててくるるじゃなないいかなと思っている志望馬ですクロノメーターは調教師がねもう重賞級だと豪語するね馬でございますしタンジェリン・ムームもね伸びしろ十分な勝ち方をしておりますそう考えますとですね自分はこの今年のねノルマンディーで募集されるゴールドシップサンク3頭この3頭非常にコスパがいいなと思ってしまうんですよね結構種付け量を見て募集価格をね気にする 方も、ね、多いいと聞いておりますゴールドシップ種付けろ300万でスノースタイル活用カバーを開出する馬につけてそして1680万第一印象皆さんね安いなって思ったんじゃないかなと思うんですよねあれだけの勝ち馬率を持っていてそしてこの1680万っていうのはね非常にお得な感じがしますよねとはいえねまあもちろんスノースタイルが恒例であることであったり、まあ、最近 スマートレイヤーやプラチナムバレットほどの活躍場は出てないっていうのはあるんですけれどもそれにしてもね旧車も中立旧車ですし十分お得お買い得なねイメージがありますよねそれに限らずこのピッツネイルもね破格ですよね680万とこれはやっぱり牧場系のね一口馬主クラブであることは非常に大きいですよね自分の繁殖品馬に自分のね脂肪馬をつければいいだけですから やはりね他の牧場で種付け料を払って種付けするとねどうしてもお金かかるとは思うんでねそう比べるとやっぱり募集価格お買い得な感じがしますよねはいそして最後の1頭タネのジュレップで19ですね、まあ、この馬は自分がね出資しようかなと思ってる馬でしてスノースタイルとピッツネイルの中間のね960万円と まあちょうどいいラインなんじゃないかなと自分は思っておりましてこのタジノジュレップという繁殖品馬もね最近だとグルアーバがね一生クラスを解消してましてまあダートでもねローズジュレップというね地方での重賞を勝った馬を繁殖していてま母系もね谷のギムレットとかよりシュバリエと似た母系ですよねまあただねゴールドシップに関してはダートがねあんまり走ってないっていうのが ありますんでねそこはね気にされる方は気にした方がいいでしょうねちょっとねいろんな話をしてしまったんですけれどもまあ、最終的に何が言いたいかっていうとねゴールドシップはコスパ良し買うなら今年がいいよと僕はお勧めしたいです今年度のねカチューマ率約3割っていうのは非常に優秀ですよねそしてノーザンでも車体でもそして本家のビッグレッドファームであったり岡田スタッドであっても結果を出していると これが今現在現役のねゴールドシップクラブ馬一覧なんですけれども50頭の馬がえ募集されておりましてもうすでにね回収率100%を超えている馬が7頭いると2世代でもうこれだけいるというのは自分破格だと思って一口馬主クラブとしてのゴールドシップ3区はね楽しめる馬がね多いということなんじゃないかなと思ってますこれからね どんどん活躍馬が増えてくると種づくりも上がって防集価格もどんどんね上がっていきますんでもう買うなら今年じゃないかなと思ってます自分はねなんで岡田スタッドそしてノルマンディファームに入会する時にゴールドシップ参加1等は出資したいなと決めていましたねなんで自分は谷のジュリップでちょっと行きたいなとは思ってるんですけれどもねまあこれを見て分かるとおりね車体芸能馬もね結構いるんですよ G1 レーシングだったり車体レースホースだったりね サンデーレーシングだったりね、それだけね評価され始めてるというところだと、えー、自分は思ってます。ゴールドシップについてぜひ、ね、検討してみてください。